はい、どうも、はい、キャノンです。さあ、今日はですね、前回なんとアルティメットご飯を引き当てましたよ、ね、スーパーヒーローコラボの、スーパーヒーローコラボかどうか分かりませんけども、スーパーヒーローでね、はい、なってるこのドッカンフェス、今日はこのピッコロの方をやっていきたいなと思います。はい、ピッコロね、ピッコロさんも私大好きなんですよ。ピッコロも巨大化するんですよ。あれかな、アクティブスキルなのかな、ご飯の方のビーストはね。ピッコロさんの方やっていきたいと思います。これね、他がパンちゃん、パンちゃんも欲しいですね。これ新しいパンちゃん、俺もこれ持ってねえ、これもね、意外と持ってないんだよ、ね、この悟空持ってるの。ベジータはね、もう友人になったんだけどね、これも取ってみたいですね。いいね、すごい持ってないの。これ行きましょう。ピコルとパンちゃんを当ててやるよ。はっ、いや、これね、ほんといいね。うわ、すごい、ご飯、悟空18号。全部もう一周されてるね。18号もね、未来っぽい感じ。お、ガンマ2人とも出た。テルマック、お、おい、すごい。これは来るんじゃない？え？やり？あ、違う。扇風機ね。全然違う。全く当たりじゃない。バン！ごはーん！ごてーん！なったっすね。のー！じゃこー！ちょっとね、とつりましょうか、じゃあ。さあ、じゃあ、レベル上げに使おう。バーンちゃん、うわ、使えんのよ。ヤコンにしよう。後半パーセント、こーい。え、何だったのあれ。ちょっと待って、あのピッコロまで出てきたの何だったの。なんかよくわかんねえな。全然これ爆死じゃん。このドッカンフェス初の爆死だよ。LR もなければドッカンフェスもない。まあ、あの、ご飯の最後もちょっと爆死だったかもしれない。じゃあ行きましょう。おーい。まあ、たった一人。たった一人。おい、でも、見せてくれ、本当の力を。いけ！ドッカーフェイスは絶対ドッカーフェイス割れるんじゃないですか。危ねえか、ちょっと弱いかもしれない。おーじゃあ、いくわ。これピックアップや、これ来た。これ持ってねえな、じいちゃん。ベージータフル、これいつのだよ、いつのだよ。じゃあおじです。ベージー切っちゃったら伸びてくる。サーボン何回も見たな。何これ、5点の5点の SSR とかあったの、この GT の。一応これドッカーフェスなんだ。これ何？あ、2人になるやつだ。そういうことか。やばい、ちょピコロ当たんないのこれ。まだ2回ある。いけ！ベジータ、トランクス、あるそう、みんな未来になってる。ベジータも。虹、いや、ちょうだいな、マジでちょうだい、これも揃えたい、揃えたい。いや、違うな、天才。
ダブルサンデー。パンちゃん、いろんなパンちゃん、もうあのパンちゃんをくれ。新しいパンちゃんをくれ。いや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 。同じ？なんだこれ。うわ、やばい。やばい、ピッコロガチャの方が相当やばいです。なんも来てない。どうした、あのご飯のピッコロ。この、これ、今日は月だったのね、これの。いけ！最後に来い。お、サイヤ人3人。これ運命の3人。これいいんだよ。全然通ってない。お、あんま。これこれ、これ来てもなかなか、おお、やった。これは、あ、すごいすごい、ね、演出が、これなんか来る、なんか来る、なんかやっぱりあの3人いいんだよきっと。まさかこれ、いやマジか。いやちょっと待ってよ。ダブルさん、ちょっ、なんで変わって、これこのすごいのかな。いやーちょっと新しいのが欲しかったからな。クーラー、まあ、確かにこれすごいっちゃすごいのか。悟空がね、いつの悟空？これセルゲームだ。セルゲームの時の悟空。ん？これはいつの？あ、これ魔人ブーって戦われる。まあいいのは確かに当たったけど、まあ。やっぱりこのピッコロかパンちゃんが押した。ただすごい良くない、今回のやつ。演出もいろいろ見れたっていうのもある。いやすごかったね。いやちょっとこのピッコロもう一回やるかも。ちょっとあのピッコロ欲しい、ピッコロかパンちゃん欲しい。いやぜひね、ちょっと皆さんもこのドラゴンボールスーパーのコラボかわかんないけど、ガチャやってみてください。はい、では皆さん良いお年を。